さんこんにちは、世界史スキルアップ学習のコーナーです。今日学習していくテーマは文化大革命ですね。文化大革命は一言で言ってしまえば、失脚した毛沢東が巻き返しを図るための権力闘争なんですね。ではまずどうして毛沢東が、失脚してしまったかまでの流れを確認していきましょう。まず、今までの流れをおさらいしながら、流れを見ていきましょうね。中華人民共和国が、設立されたのは1949年のことでしたね。最初は共産党一党独裁の、国ではなかったんですが、1953年の第一次五カ年計画の時から、社会主義の路線の、方針が強まるんでしたね。そして毛沢東が失脚するのは第二次五カ年計画で大躍進が失敗した時だったんですね。ずさんな管理と無理な計画がたたって大躍進は失敗に終わり、多数の餓死者を出してしまうことになるわけです。そして1959年、毛沢東は国家主席を辞任することになるんですね。この毛沢東が失脚した後、後を継いだのが劉少奇だったわけですね。1961年から調整政策が取られるようになってきます。この調整政策では毛沢東に代わって、国家主席になった劉少奇と鄧小平らによる政策だったわけですね。ですが、この2人に対して毛沢東は巻き返しを図っていくんですね。鄧小平に対して毛沢東は実権派および創始派とレッテルを貼り、ネガティブキャンペーンを繰り広げるわけです。失礼いたします。ここまでが文化大革命の準備段階ですね。そしていよいよ1960
1966年から文化大革命がスタートします。お待たせいたしました。一番最初、毛沢東は劉少奇や小平と権力闘争を繰り広げるんですね。それではその模様を見ていきましょう。毛沢東は紅衛兵を組織し、造反有利をスローガンにしていくんですね。これは旧文化破壊活動につながっていくわけです。毛沢東は林彪を後継者にして、毛沢東林彪体制が確立されるんですね。見ていきましょう。1969年のことですね。ここで林彪は毛沢東の後継者に指名されます。このようにして毛沢東と林彪が二人三脚で、政治を行っていくかと思われたのですが、なんとその2年後1971年ですね、林彪事件が起こります。毛沢東の暗殺を図ったとされる林彪が、航空機で逃亡を図る際に、墜落死を起こすという事件ですね。この林彪事件の後、一体どんな運動が展開されていったかというと、周恩来が鄧小平らを復活させて、政治を行っていきます。
周恩来が鄧小平を復活させて秩序回復と経済再建に挑んでいく。ですがこの事態に対して非倫非行運動というのが、展開されるんですね。一見するとこの非倫非行運動というのは林彪と孔子を、非難するものでしたが、その実態は周恩来を批判して引きずり下ろそうとするものだったんですね。非倫非行運動を起こしたのは4人組と言われる、毛沢東の奥さん、江青らのグループですね。江青らはこの非倫非行運動によって周恩来を標的とする。よろしいでしょうか。このようにして周恩来、鄧小平のグループと江青らの4人組のグループで、対立が続いていたのですが、とうとう重大な出来事が起こる年数がやってまいります。それがいつの頃だったかというと、1976年には周恩来も毛沢東も死んでしまうわけですね。まさに中国の歴史的転換の年が1976年なわけです。それでは1976年の情勢を見ていきましょう。まず1月、ここで周恩来がとうとう死を迎えます。本来の後を継いだのは華国鋒でした。ですね。そしてこの周恩来の死去を悼んで天安門広場に追悼するグループが現れたんですが、この追悼するグループが政府批判を行っていくんですね。それが鎮圧する事件につながっていく。第一次天安門事件が起こるわけです。周恩来の死を悼む人々が天安門広場に集まってくるのですが、ここから毛沢東批判が起こってしまうんですね。よろしいでしょうか。ここで、第一次天安門事件鎮圧することになるのですが、この第一次天安門事件の時に鄧小平がまたもや失脚をしているというところが要注意です。そしてとうとう1976年9月、
毛沢東が死去するに至ります。この毛沢東が死んだ後、奥さんら後世ですね、その後世らの4人組というのが毛沢東の威信を借りて既得権益をむさぼり続けようとするのですが、周恩来の死後に後を継いでいた破国法らが後世らの4人組を逮捕してクーデターに成功するわけです。4人組逮捕ですね。よろしいでしょうか。こうして1966年から1976年まで中国を混乱に陥れた文化大革命が終結するに至るわけですね。毛沢東が権力闘争のために引き起こし中国を混乱に陥れた文化大革命、皆さんきちんと整理して流れをつかんでおきましょう。世界史スキルアップ学習でした。